も皆さん、まゆこです。今日も魔女と勇者の縛りプレイやっていきたいと思います。よろしくお願いします。寝起きです。ごめんなさい、ちょっと寝起きです。昼間です。ちなみにダメですね、この生活習慣はまずい。ということで、ステージ18やっていきたいと思います。長い長い道のりです。もしこのパートファイナルになってたら、最後のステージまで行けるでしょう。もしこのパートがパート5だったら、グだったなと予想しておいてください。まあわかりません、プレイしている私からするとどうなっているかわかりませんが、まあそこはお察しということでよろしくお願いします。さあ今回の敵、この犬、わからん、犬か狼か枝に知らないもの、邪魔です。一番厄介なんじゃない。まあ、蛇の方が厄介か、正直。あー、ちょっと。あーって言ってる場合じゃないんだよ。あー、ちょっと、早速。待って、ちょっと。テレサ、止まって。テレサ、止まって。うん。君の電話はまだだよ。ちょっと下回ってなかったけど。まあ、いつも通り、魔法でちょっとご利用そう。まあ、テレサっていいのか。幽霊は、棒状がそんなに硬くないので、言うて魔法さえあれば倒せるんですけどね、っていう。まあどうでもいい話ということで。宝箱勝たないと思ったらいいお金たちでした。そろそろ死んどきたい。いいよいいよ。いいよ。いい判断。自分で褒めていくスタイルや。で、そうだな。何の話しようかな。あ、蛇もいる。うわ、一番めんどいやつ。勢揃いだな。うん、オールスターだ。そうだな、何の話しよう。あ、ボス出てきたわ、そんなこと言ってたら。今回のボス、こいつです。狼か犬かわからない何か、過去でかいバージョンです。とてつもなく、機動力があります、こいつら。こいつらじゃねえ、こいつ。なので、できるだけ早めに処理したいところです。で、あと、血を集めたいんだけど、それどころじゃないね、これ。ちょっと危ないんじゃないですか。ねえ、ねえ、まゆこさん、危ないんじゃないですか。勇者さん、お、どうした。あ、それちょっとそれびっくりかも。多分そろそろ聖剣が溜まる。よし、溜まった。発動、今のうちだ。いけどんどん。ここね、ちょっとお前空気をね。うん、そう、いいよいいよ。あとは、まず倒して。うん、知ってた。ちょっと待って。ね、竜巻ちょっと、あ、うん、血をちょうだい、うん、血をくれ。我に血をくれ。そうだ、いいぞ。ナイス魔法、いいよ。ちょ、まずないこれ。ね、まずないちょっと、待って。ちょっと下がろうか。うん、ちょっと下がろうか。お、ナイス反射。たまにね、こう反射でね、場外ホームランとかをね、かます勇者さんはすごいと思うよ。あ、倒したわ。やった。やったわ。てっ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 てて、あれこれサクサク、あ、サクサクなのではっていう前に思い出したわ。ゲームオーバーカウント、ちなみに今確か2位です。完全に言うの忘れてた。すごい裏話になりますけど、台本1話あるんですよ。序盤の喋りだけね。うん、書いてなかったわ、いつも書いてるのに。はい、という、まあ毎度相変わらずの朝のグダグダは置いといて、ステージ19に行きたいと思います。あ、でもレベル上げしようかな。あ、レベル上げしてからステージ19に向かいます。レベル上げっていうか、まあ、お金集めてから行きます。カット。よし、終わった。じゃあステージ19行きたいと思います。いざ総力戦、もう終盤ですからね。はーい。てれれれ、てれれれってって。てれれれ、てれれれ、てれれれってって。てっ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 て。本当にカスですね。これでも吹奏楽部なのでしょうか。まあここは弱い敵から強い敵からみんな出てきます。なので、まず、早いうちに血を溜めて、魔法で、粉砕というか、粉砕。
も、ま、魔法で粉砕する形ですと言いながら早速ダメージを食らっておりますが、周りが見えてないんでしょうかね、私もね。魔法よしよしよし、オッケーいいよ。で、もう上から見えてますが、なんか、なんていうの、ゴーレムみたいな、あれがボスです。ちょっと今、イワークって言おうとしたのは、なかったことにして、心の内に秘めておきます。まあ、このステージは比較的血が集まりやすいので、凡ミスをしない限り大丈夫だと思います。あ、フラグ立てちゃった、まあいいや。あと、ある程度ダメージを与えておきます。あと、早く精金を貯めたいっていう時にはボスを叩くといいので、そういう点ではちょっと便利だったりします。ちょっとそろそろ精金発動した方がいいかな。あ、でも、大丈夫か、大丈夫か、どうだ、あ、大丈夫そう、割と大丈夫そうな気がしてきた。してこない、してきた、してこない、うん、してきた、大丈夫。ゴルム2体いるんで、ちょっとダメージを両方に与えておくために精金発動。よし、ちょ、邪魔邪魔。で、中小、チャル倒しとこうかな。チャル倒しとこう。てか今もう、アイテムとか経験値が全部、入り乱れてます。大変なことになってます。あー、やばい、サメ、やばい。ちょっとお前は邪魔。ちょっと海帰っといて。海帰れ。お前は自然に帰っておけばいいのだ。あー、はーん、ここでダメージ歌うの？食らうのは良くないぞ。あ、でも、なんとかなったな。うん、大丈夫、大丈夫。ナイス反射？不可抗力なんだけど。こっからちょっと魔法でご利用します。雑魚は全部蹴散らしていきましょう。いいじゃない？結構いいぞ。ちなみに、ロケ班というか、あらかじめやったときに、私はここうまくいかなかったんですよね。なんかしっくりこなくて、これじゃねえなっていう戦略を延々と立て続けるっていうね。ちょっとそろそろ食らって死にたいんですけど。死にたい。回復。死のう。お、やった。一匹倒した。あとは、黒だけど、どれぐらい今ダメージ蓄積されてるのかわかんないんで、どうしようかな。聖剣使うか。聖剣使うか。でも、もうちょっと耐えます。もうちょっと耐えよう。うん。多分、もうちょいじゃなさそうだね、これね。もうちょっと。うん、発動しよう。めんどくさくなっちゃった。倒せねえかなー。あ。カウントが3になりましたんで、もう一回ステージ18をやります。カットというか、早送りです。どうぞ。倒した。よし、あ、というかうちここまで早送りする気で全然喋ってなかったけど、喋った方が良かったかな。まあ、いや、そういうのは気にしないタイプです。嘘です。ということで、続いてステージ20の方に行きたいと思います。
ということで、ステージ20最終決戦です。ここを越えればあとはっていう形なんですけど、はい、例のごとくメディオ社さんの直々の登場でございます。まあ、背後から攻撃を与えて、ちょっと与えすぎたな。血を降り注がせ、敵を出してくるタイプの敵です。意味が分かりません。一滴で敵を一滴と、ちょっと暖房つけましょうかね。はい、ちょっと思んなかったんでね、今のはね、随分と皆さんのヘイトを稼ぐ形になったのではないでしょうか。とりあえずね、まあ基本的な戦い方は、普通のステージと変わりません。むしろ長期戦になればなるほど楽です。っていうのも、どんどん血が溜まっていくので、気づけば倒すという形が延々と続きますし、聖剣のポイントも延々と溜まり続けるようなもんなので、いかに長く耐久を、温存できるかみたいな感じの戦いになります。ただたまに出てくる強い敵を、まあ、丁寧に倒せば、楽というのに間違いはありませんと言いたいですね。たまにね、画面外に敵を出してるっていうこともあって、おいお前ってどっから出てきたのみたいなことが、ちょいちょいあります。これは経験談です。はい、ということでね、やっぱね、魔法で一掃していきましょう。お回復ナイス、いい時に回復が出てきてくれた。で、敵じゃねえかと、ダメージをメデューサに与えれば与えるほど、血の降り注ぐ速度はどのとぞまた上昇してくるので、まあ敵の量も増えてきます、このずっとね。なので、まあ丁寧にプレイしていきます。魔女の回復っていうのはないのっていうのを、どっかしらで言われたんですけど、言われたか覚えてない、まあいいや。魔女の回復は聖剣でしかできないです。これはね、ポイントですよ。プレイする皆さん、これがポイントですよ。で、今これ待って。よし。溜めてからね、気が多い時に一気に発動して一気に蹴散らすっていうのが、まあ一番手っ取り早くて楽なので、たまに待つのはやるね。うん、やるよ。これ結構多分ランダムで出てきて、ランダムなのかな、なんか最終的に一番エグい犬と骨ばっか溜まるみたいなね、ことがちょいちょいあるので、そこだけ注意していきます。よし、いいね。まあ、この調子でいけばね、いずれ倒れるんで、メデューサは。うん、メデューサもね、ボスとはいえ HP というものが存在しますので。あとね、もう一個言えるのは、ボスが、魔女を攻撃しても別に一撃必殺じゃないんで、多少食らっても別に平気ですっていう。まあこれもしね、一撃必殺だったら私は踏ん張り者なんですけども、はい。あと魔女の、強さを信頼して、体力回復を取りに行くなり、他の敵を倒すなりってするのも、まあ、大事ですっていうことぐらいかな、喋ることといえば。もうそろそろ私の話題も尽きるので、あまり長期戦にしたくないんですが、痛いですよ。早く起き上がりましょう。あとね、もう一個ね、これ言ったか覚えてないんですけど、勇者のね、復帰を早くする方法っていうのがあって、っていうのも、ただ移動のキー、例えば WASD でやってる人は WASD、 あ、倒したわ、その話はいいと、倒しちゃった、あはということで、あっさり倒しちゃいました。私もここまで、あっさりとは思ってませんでした。ということで、じゃあ次のステージに行きたいと思います。はい、ということで、ステージ20もクリアしました。さあ最後に残るのはファイナルステージになります。グググ、よくもやってくれたな、その新しい体をよこせ。ということで、メデューサに魔女の体が乗っ取られてしまいます。ということで、ファイナルステージがスタートします。で、勇者単体での戦いになります。で、まず最初に一言言っておきます。このステージくっそ簡単です。っていうのも、今よく見ていただけると、相手の目が動いているのがお分かりいただけるでしょうか。ここですね、この目
ですね、あのマウスでこうやって操作できるんですよ。なので、こういう形で炎を吐いてくるんですけども、方向を変えれるので一切ダメージを受けることがありません。好きな方向に方向を変えることができる。ちなみにこの、これは今スチーム版でやってるんですけども、パソコンでやってるのでマウスクリックで、方向を決めて攻撃がそっちに行くように仕向けられます。ちなみにマウスを離すと、ダメージ食らいます。もちろん、あ、第一段階終わりましたね。こんな感じで、もともとフォーミングされるんですけども、あ、いえ、話しちゃった。まあ、さっきみたいに、こう一曲くらいます。こんな感じで、好き勝手操作できます。なんだこのぬるゲーは。私にとったら朝飯前じゃないか。ということで、あ、次ですね。反射してきます。こんな感じで。なんで、角ではめます。おら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 、おらおらおら、あ、消えちゃった。で、まあ、こういう風にね、反射の角度を考えて、こういう消してったら、あの、めちゃ楽です。こういう感じで、端っこにはめる感じで。で、まあ、同じですね、ずっと。あ、はい、ということで、第3形態は反射レーザーです。まあ、これが多分一番厄介なんですけども、まあ、避ければいいんですよ、避ければ。ちょっと、向こうに避けてほしくないんだよな。こっち来てくんねえかな。あ、来なさそうですね。まあ、受けに行きましょう。反射レーザーもまたマウスで同じように操作してます。が、ちょっと面倒なんですよね。で、避けゲーがあんまり得意じゃないので、なるだけ避けて、避けたいんですけど、当たらないように、なるだけ当たらないようにいて、だから当たらないようにって言ってるそばから当たるのはどうなの？危ない危ない。で、ちなみにこの、最後の敵は、弱点がありませんので、もう一方的に普通のダメージを与えていくっていう形になります。その分、痛いんだって。ダメージが、このレーザーとか炎オンリーなので、まあ楽です。痛い。ちょっと雑になってるよ。そう、いいよ。あー、逃げた。もう。まあ、こっち来て、こっち来て、うん、来て。いいよ、こっち。そっちじゃねえから。そっちじゃねえんだよ、こっちに来てくれ。痛いって。雑になってた、自分のプレイングは。よしよし、来た。いいよ、じゃ、よし倒したで、オーバーキルを与えているっていうね。で、ちなみにこの残っているレーザーは、当たり判定ありますんで。私一回それで、やられました。前、初めてプレイした時かな。あとは石を崩すだけです。パリーン。ということで、クリアです。魔女が帰ってきました。よかった。魔女が帰ってきてよかった。こうしてメデューサは倒され、魔女も元通り。魔女と勇者の冒険はひとまずこれでおしまい。エンドということで、最後のスタッフロールです。いやー、終わりましたね。じゃあ、軽く後が当たりをしながら、これをめくっていきながらやろうかな。まあ、もともとこのゲームは実はいただき物で、最初に実況するにあたって、なんか、こう、楽しいゲームがやりたいなって考えたので、このゲームをチョイスしました。いただいたお相手さんには、ちょっとストーブがうるさいですね。感謝をしたいと思います。ありがとうございます。で、また視聴してくださった方、広告をしてくださった方、ありがとうございました。なんかね、魔女さんが広告をしましたとかね、大魔女さんが広告をしましたっていうのがすごいね、個人的に嬉しかったです。ありがとうございます。また、自作でもぜひ見ていただけるとありがとう、おっと、これ、秘密難語出ちゃった。まあ、見せられないです。見せられないです。キャラクターで隠しとこう。うん、ドットがあるからいけるな。よし。また次回作でも、頑張りたいと思います。で、今回あんまりちょっとぐだらなかったので、まあ、いわゆる企画倒れと言っても過言ではないかなと、個人的には思っております。また、次の動画で、おっと、まあ、隠しステージはしません。しませんよ。ちょっと、あのね、きついので、マジできついのでしません。はい、ということで、ここまでのご視聴、誠にありがとうございました。またつまらない話でしたが、
いろいろね、雑談も挟みつつやっていけたところで、まあ、個人的には楽しかったかなと思います。さあ、次回作もまた収録をしなければならない。なんて言いながら、まあ、もうゲームは決まっているので、近々アップできたらいいなというふうに思っております。それではここまでのご視聴ありがとうございました。ぜひ次回でもよろしくお願いいたします。それではバイバーイ。